こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本の潜水艦は売らない方がいいだろう。今さらその性能に気づく世界各国、情報漏洩問題が大きい。ダウンスペックでの輸出もやるべきではないと考えている。その性能の高さに世界が驚くからだ。出資惜しみではないのだが、日本の防衛力強化だけに使う方がいいからに他ならない。今現在、原子力潜水艦のことを忘れている人が多いのではないだろうか。ロも潜水艦に関しては相当力を入れている。事実、無人機潜水艦なんかも開発しているのが現実だ。それにしても海上はそうでもないのだが、海底となるとすごい力の入れようだと感心してしまう。やはりまだ炉の脅威も考えないといけないだろう。原子力潜水艦ともなると海底での作戦は相当な時間有効だ。日本海周辺にもしかすると潜んでいる可能性は大きい。日本も高性能潜水艦が海底はひとまず防衛力は高いと考えている。今頃海底ではどんな任務がと考えると想像を超えてくる。それでは豪州が難航している潜水艦問題を違う角度から見ていきましょう。海上自衛隊では、竜型の最終12番艦である、東竜が、2021年の就役を目指して、最終の準備作業が施されている状態だが、すでに、次の3000トン級も浸水するなど拡充が続いている。現在の日本から見れば、これらの潜水艦にとって、最大の仮想敵国は中国であることに疑いの余地はないが、第二次世界大戦後の日本は一時期潜水艦の保有をアメリカから禁じられていた。この後の日本が潜水艦の再軍備をアメリカに認められることとなったのは、旧ソ連の潜水艦の脅威に対抗するためであり、このテーゼは、ソ連崩壊まで長年にわたって唱えられてきた。昨今は、久しく、この旧ソ連、現在のロシアの脅威論は影を潜めている。感があるが、近年強いロシアの復活を目指したプーチン政権の動きもあり、NATO 側でも再び警戒を呼びかける声も上がってきている。アメリカもロシアの水上戦闘艦艇に関しては、かつての冷戦時代ほどの懸念は抱いていない様子だが、ことに潜水艦に対してはその限りではないとの見方を再び示していると言えそうだ。ロシアはアメリカとは異なり、現在でも潜水艦の動力を原子力推進型、通常動力型とも並行して採用、収益を継続させており、任務や用途に応じた使い分けをしていることが見て取れる。大きくは、核を含む潜水艦発射型の弾道ミサイルを運用する。戦略型原子力潜水艦と攻撃型の原子力潜水艦。そして、主任務を哨戒に絞った通常動力型の攻撃型潜水艦とバラエティも
豊富だ。ただ、これだけ多種の鑑定を収益させているのを見ると、個人的には、メンテナンスや乗組員の練り度など、運用上の齟齬は、来さないのかとも感じられてしまうほどだ。これらロシアの潜水艦の中で、最大の艦が戦略型原子力潜水艦の、ボレイ級であり、水中排水量2万4000トン、全長170メートル。全幅 13.5 メートルという巡洋艦並みの艦容を持つ巨大な潜水艦だ。ボレイ級原子力潜水艦は潜水艦発射型弾道ミサイルの発射塔を16基備えており、この巨大な艦は現在3隻が就役中で、さらにあと5隻が建造される予定だと見られている。ロシアの攻撃型原子力潜水艦として最新鋭艦にあたるのが、ヤーセン型原子力潜水艦であり、同艦は潜水艦発射型弾道ミサイル。発射塔8基と 533mm 魚雷発射艦10門を兼ね備えた多用途な艦だ。ヤーセン型原子力潜水艦は水中排水量13800トン。全長約119から139メートル。全幅約12から15メートルと攻撃型潜水艦としてはかなり大型であり、かつ2014年から就役を始め、最大10隻の建造が予定されている。また、通常動力型潜水艦としては、前級のキロ級よりも小型となった。ラーダ型潜水艦も配備しており、こちらは水中排水量2700トン。全長72メートル、幅 7.1 メートルで、沿岸部の哨戒任務に従事している。しかし、なんといっても、現在も、前級である、キロ級が建造数が多く、旧共産圏を中心に、日西側の国々にも多数採用されており、1982年の就役から2020年までの間に、実に59隻も建造された。ベストセラーだ。キロ級潜水艦は、水中排水量が3000から3950トン前後。全長が70.0から74.0メートルと、建造時期や採用国によって多少の大きさに。相違はあるものの、ロシアでも未だ運用、建造されている域の長い艦といえる。前述の通りキロ級潜水艦は、本国のロシア以外にも多数が輸出されており、中国が12隻、インドが9隻、ベトナム、アルジェリアが4隻、イランが3隻など各国が運用する艦となっている。余談だが、このキロ級でも9隻を購入しているインドは、潜水艦だけでなく、戦闘機もロシア製はもちろん、西側諸国からの購入も行っているが、兵器の情報の漏洩などに関して、各国はどう考えているのだろうか。これが、軍隊の規模も小さく、国としても、小国という他の国であればそこまで、取り立てて問題にされないのかもしれないが、インドは今や
かなりの大国として台頭してきていることは明らかだ。にもかかわらず、アメリカも武器を売り込もうとしているのを見ると、他人事とはいえ、インドを通じた軍事技術のロシアへの漏洩を心配する声はほとんど聞こえてこないようだが、どうなのだろうか。今の状態でインドが兵器を購入してくれることは、西側諸国にとってもビジネス的には大口の顧客かもしれないが、いずれ中国のようにコピーから始めて国産化をしてくる可能性を危惧する向きは少ないようだ。ただ、戦闘機はもちろん、それ以上に潜水艦を他国に供給できる国の数は限られており、インドの新型潜水艦の計画には、やはり日本の使用は適合せず、韓国が名乗りを上げたことも記憶に新しい。韓国はインドネシアとの潜水艦供与の契約がトルコ、ひいてはその後ろにいるとみられているドイツによって破棄されることが半ば確定したようにも報じられており、こちらの動向にも注目だろう。